長距離自然歩道とは、環境省が計画を定め、各都道府県が整備、管理運営している複数の都府県間にまたがる自然歩道である。長距離自然歩道は、多くの人々が四季を通じて手軽に楽しくかつ、安全に、国土の優れた風景地等を歩くことにより、沿線の豊かな自然や歴史、文化に触れ、国土や風土を再認識し、合わせて、 自然保護に対する意識を高めることを目的とするもので自然景観や文化財等に恵まれた既存の道路を標識等の整備によりネットワーク化した長距離の自然歩道である。環境省が計画し各都府県が事業主体となって整備を進めており、1970年の東海自然歩道に始まり、これまで九州、中国、四国、首都圏、 東北、中部、北陸、近畿と八つの自然歩道が整備されている。東海自然歩道の同標式を通じて手軽に、楽しく、安全に自らの足で歩くことを通じて、豊かな自然や歴史、文化と触れ合い、心身ともにリフレッシュし、自然保護に対する理解を深めることを目的とした歩道として、1970年の東海自然歩道の整備に始まり、 順次整備が進められている。計画総延長距離は約2万7千キロメートルである。ありがとうございます。